どうもカクテル田中です。楽しく学ぼうカクテルの知識ということでね、今度私バーテンダー故障技能認定試験というものを受けようと思ってるんですけれども、今日はこちらのオフィシャルカクテルブックの中から、カクテルの歴史について勉強していきたいと思います。語呂合わせとかで楽しく、やってみたいと思いますので、そういうバーテンダー関係カクテルの試験とかね、こう受ける方はぜひ参考にしてみてください。はい、まず一つ目はこちらですね。ハリー・クラドックはサボイカクテルブックを書いた。はい、こちらはですね、こういうふうに覚えましょう。クラドックブック書く。クラドックブック書く。はい、韻を踏んでてすごい覚えやすいですね。ちなみにこの1930年の西暦のところはですね、一休さん推しということでね、サボイカクテルブック、ものすごい有名なカクテルブックですので、あの一休さんもおすすめですよ、推してますよということで、これで完璧に覚えられると思います。続きましてこちらですね。1870年代、ドイツのカール・フォン・リンデによって製氷機が発明された。こちらはこのように覚えましょう。リンデの製氷機はカリンデイ。リンデの製氷機はカリンデイ。はい、覚えやすいですね。こんな感じでこう江戸っ子テイストでこれは覚えてみてください。次回もお楽しみに。